ときめきメモリアルガールズサイド3、蓮見くん攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回は蓮見くんと初めてね、デートに行ったところですね。あんな、なんか、全然趣味の合わない映画を見なきゃいけないデートって結構嫌だね。ちょっと、普通なら、なんか、あそこで終了するんじゃないかなって思いますけども。まあね、天使のね、優しい番組なので、ちょっと、このままでフラグをへし折らないでね、続行したいと思いますが、で、今週末ね、また、なんかデートみたいなので、次はどこに行くのかしらね。また、またいきなり、やっぱりこういうパターンなんだね。と思ってもうね、着替えておきました。ごめん、待たせちゃった？全然。どうかした？ううん、ただほら今日の君の格好。え、おかしいかな。いや、とても似合ってるよ。うん君らしい。どういう意味？わからなくていいよ。とにかく君はいつもそういう格好でいればいい。ほら行こう。ちょっと引っかかるな。うん。え？え？これデータ間違ったわけじゃないよね。なんかえ？え？マジで？いや、これは終わるぞ普通。やっぱり蓮見くんが好きな映画って難しい。眠い、長い、でもラストまで起きてるだけでも。終わった。やっぱりすごいな。ほんとすごかったね。ワンアングルワンカットで見せる30分を超えるモノローグ、究極の映像表現だよね。だよね。盛大に船を漕いでた割によく見てたんだね。いじめてるわけじゃないんだ。ただ鑑賞能力を上げるためにはたくさん見なきゃ。なんかちょっとやっぱ調子乗ってるなこいつ。いつか君と名画について語り合いたいんだ。そういうの嫌？まあちょっと私なら嫌って言いますけどね、本当はね。ううん、私も分かるようになりたい。行こう。君に見せたい場所がある。あ、灯台じゃん。あー、素敵なところだね。でしょ？うちの学校の屋上からよく見えるんだ。そのせいかもしれないけど、生徒の間でずっと受け継がれてる、ほら、伝説みたいな言い伝えがあるんだ。知りたい？うん。その昔、この浜に人魚が現れて、漁師と恋に落ちるんだけど、村人に追われて
人魚は海に帰ってしまう。それから漁師は灯台の火を頼りに人魚を探し続けるんだけど、とうとう見つからずに人魚を追って海に消えてしまう。そう、悲しいお話なんだね。いいな、やっぱり君は。普通信じないだろ、そんなおとぎ話。だってさ、人魚だよ。そうかな。本当に君は本当に素敵な人だ。それに比べて僕は。蓮見くん、物語の多くは何かの事情で史実を記号化して伝えていたり、そうでなくても普遍的な真理、つまり心の真実とでも言うべき何かを暗喩していたりする。つまり。いいんだ、理屈はいい。つまり僕も君と一緒に伝説を信じたくなったってこと。送ってくれてありがとう。はすみか？ん？まあ、どういたしまして。また考え事？今度は何？うん。どうして君は、そんなに優しく笑うんだろうって、思ってた。こんなにひねくれた意地の悪い僕に。そんな。行くよ。今日は本当、楽しかった。うん。じゃあね。さよなら。はすみくん？そりゃあ、そうだね。顔だけはかっこいいんだけどな。は普通に考えるとそうだね、ちょっとないかな。あれ、ここで次のイベント起こるんじゃなかったっけ。外出、ちょっと待って確認しよう。なんか今日過ごすとメールが来るのかな。そうかも。あ、メールかと思った。明日から期末テストだ、頑張ろう。あ、よしよし。あ、メール、蓮見くんから。僕と君とのこと、あれからずっと考えた。君のことが好きだ。それなのに君と会うと僕は君を傷つけるようなことを言ってしまう。それはきっと僕が君にある種の劣等感を抱いているからなのだと思う。僕の心はこんなに黒く淀んでいるのに、君の心はあまりにも澄んでいて無防備すぎるんだ。このまま君のそばにいると、いつか僕は取り返しのつかないくらい君を傷つける。そう思うから、君を傷つけるのはこのメールで最後にしようと思う。僕のことは忘れてほしい。もう君とは会わない。あの灯台の漁師のようにまっすぐに君を求め続けられたら、どんなにいいだろうね。多分君が想像する以上に僕は君が好きだ。
くん、もう会えないの？あ、ちょっとあまりに一瞬すぎてこのビータ TV の読み込みがね、PSP より格段に早いから、なんかあの労働画面のあのイラストがね、あの一瞬しか見れないっていうちょっと難点がちょっと読み込ん、もう一回見たいんだけど、それをっていうかさ、なんかなんかやっぱあれだね、なんかちょっとこじらせすぎて、なんだろう、悲劇のヒロインじゃなくてヒーローか、悲劇のヒーローをぶっちゃってるみたいな感じなんかなんだろう、なんかちょっともやるね、なんかあ、ちょっと読み込みがさ早いんだってテストの結果が貼り出されてるみたい、見に行ってみよっと。1位なの知ってるわよ。学年1、一生懸命勉強を頑張った甲斐があったな。ちょっとタイミング悪いぞバンビ、なんかでもチケット、なんかチケット持ってるね。映画のチケットか、そういうことね。あの、なんか目を輝かせてたけどさ、全然見たくないよね、映画をもうね。映画のチケット持ってたんだね。あ、なるほど、ようやくわかった。じゃあ、もうあとは、そうね、エンディングを迎えるのみですかね。じゃあ、ちょっと今回はね、前回がね、あの、長くやりすぎちゃって、ちょっと配分を間違えた感があるんだけど、まあ、ちょっとしょうがないね。じゃあ、今回ちょっと短くなっちゃいますが、あと、そして、ちょっと中途半端な、こんなところですけれども今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。